こんにちは、電子打楽器奏者のマサキングです。今回はシンコペーションに挑戦しましょう。シンコペーションは裏拍にアクセントを置くことによってリズムが変化して躍動感やスピード感を与えることができます。4拍目の裏のシンバルは強く叩きましょう。シンバルの音が伸びますが、次の小節の1拍目の裏はきちんと狙っていきましょう。2拍目と4拍目のスネアが担当しているアフタービートがしっかりしていると、シンコペーションもより際立ちます。